まずは、お忙しい中お集まりいただいてありがとうございます。そうですね、鈴木君、杉浦隆から横浜で取れたっていうのは本当に僕にとっても大きいし、ノアにとっても本当に大きな一日になったんじゃないかなと思います。ベルトを手にして一晩経ちましたが、改めてご感想の方お願いいたします。そうですね、やっと手に入れたベルトなんで、ここにたどり着くまでに本当に長かったですけど、でももう僕は次を向いてるんで、その次の光をまたみんなと一緒に浴びたいなと思います。その次となりますが、次は、グローバルリーグ戦開催されます。メンバー発表、ブロック分けも発表されました。グローバルリーグ戦に向けてお願いいたします。メンバー的にも、ノアの選手がほとんどなんで、自分が前々から言ってた、ノア内の活性化、その声がやっと会社にも届いたのかなと思ったし、その中で俺はチャンピオンとしてしっかり心に残るプロレスをして、リーグ戦でも俺は勝ちたいと思ってます。昨日の試合の後には、お客さんの方から、ちょっと厳しい声が飛んでいたと思いますし、大丈夫なのかっていう不安視する声も多少あると思うんですけど、そこはどう跳ね返していきたいと思ってますか？そうですね、いろんな本当に声がありましたけど、自分で動かした針は止まらないし、止めることもできないし、納得させます。そんな試合をこのノアではできると思うので、ぜひ活目しててください。鈴木軍がついに、全てのベルトを失ったという形になって、本当に新しい、一つの区切りになったと思うんですけども、そこのと、区切りでの王者が中島さんだったと、このタイミングの意味についてどのように捉えていらっしゃいますか？本当に長い鈴木軍の時代を止められたのは本当に素直に嬉しいし、良かったと思ってます。でもこれは対鈴木に対しては別に俺だけじゃなくて、小峠選手もそうですけど、本当に若い力が一つの大きな力になって作り出した一つの結果だと僕は思ってるんで、なんで昨日の横浜から本当に新しい時代が動き出した瞬間でもあったと思うんで、だから1分1秒を俺たちのものにしていきたいなと思ってます。その今若い力というふうにおっしゃいましたけれども、
まあ、やっぱり今までのノアだとやっぱり丸藤さん、そしてまあ鈴木君でしたけども杉浦選手っていうイメージが強いと思うんですけれども、そこも一新していきたいぐらいの気持ちでいらっしゃるという理解でよろしいでしょうか。もちろんですね、はい。まあ、あと、まあ、ノアのイメージ選手とかこうノアの試合ってやっぱりなった時ってどうしても、まあ、丸井選手の名前とか杉浦選手の名前とか、まあ、その前のね偉大な大先輩の名前とかね、やっぱり出てくることが多いので、まあ、そういうものを俺の代から変えていきたいなと思ってます。まあ、当然次はグローバルリーグ戦をチャンピオンとして制するということがまあ宿命になってくると思うんですけれども、ということは当然、まあ決勝で戦いたい相手というのも自分と同世代の若い選手ということなんでしょうか。まあ、そうですね。あと、まあ決勝ではノア同士の本当にすげえ試合をしたいなと思ってますね、はい。すみません、ちょっといくつか戻ってしまうんですが、まず昨日の試合でだいぶ負傷箇所を攻められていましたけど、その状況って今いかがでしょうか。グローバルリーグの次のシリーズには何も問題ないです。あと昨日初めてヘビーのベルト巻いたところで、周りの反響って どうでした、こう自分のところに届いた。まあ お祝いの、ね、連絡とかいただいたりとか、喜んでくださってる方とか、まあ、たくさんいてくださってありがたいですけど、本当に先ほどの質問でもありましたけど、いろんな声があるので、うん、言ってもただベルトを取っただけですからね。でもそこまで行くのに本当に長かったんですけど、でもこっからなんで、こっから中島勝彦の時代が生まれます。もう一つ、業界的に見ると今新日本プロレス、全日本プロレスがそれぞれ20代の王者で、これでノアも20代の王者誕生しましたけど、その辺の業界に対する意識というのはいかがですか。そうですね、それを言われたらノア遅いなと思いましたね、はい。だから本当に、うん、まあ、流れというか本当に、まあ、若い俺たちの世代が盛り上げていかないと次は本当にないと思うし、うん、本当にその一心で昨日は挑んだんで、あとはもうこっから俺がどうするか、そして俺たちの世代の選手たちがどう動いていくのか、うん、本当にここからだと思います。ということを踏まえますと、その中島、まあ、新しく始まった中島政権の言うなれば公約みたいなものを掲げるとすれば、一言で言うとどんなものになるんでしょうか。そうですね、まあ一言言えば、まあ、今まで以上の心に残るプロレスを俺が届けます。